レア、誰かわからなかった。女優の高畑充希が10月25日に自身のインスタグラムを更新し、ほぼ別人のハイトーンカラーといつもと雰囲気の違うメイク姿を披露するとファンから驚きの声が寄せられている。この日の投稿では、ハイトーンの時を写真に残してもらえて嬉しかったと書き出し、写真家の蜷川美香に撮影してもらったという写真を複数枚公開した。続けて、2枚目の王冠は美香さんのお手製なんだって、すごいと綴ると王冠を頭に乗せた無邪気な表情のショットも披露している。そして、今は黒髪に戻りまして、元気に映画を撮影しております、あと少しでクランクアップ頑張ると綴ると、ハッシュタグほぼ別人とハッシュタグを添えアップした。この投稿には、撮影した蜷川美香からめちゃくちゃ可愛かった、幸せだったとコメントが寄せられているほか、誰かわからなかったです、めっちゃかっこいいです、レアなヘアスタイルが見れて嬉しいです、麗しくて素敵です、蜷川美香さんと美月ちゃんのコラボ最高などのコメントが寄せられて